ウォルトディズニー・スタジオ・パークのアトラクションは、ウォルトディズニー・スタジオ・パーク内に設置されたアトラクションの一覧である。以下で言うアトラクションの開設日は、運営側が発表したグランドオープン日を基準としている。なお、この開設日より、前の期間にも完熟訓練や最終確認のため、事前告知せず運営を行う場合がある。また、ディズニー・パークの用語に合わせ、従業員を キャスト、入場客を、ゲスト、アトラクションの半期部分を、ライドと表記する。フロントロットは、著名な映画スタジオのクラシカルなエントランスを、再現した、テーマエリアで、パーク全体のエントランスでもある。ディズニーランド型のテーマパークにおける、メインストリート USA のような役割を果たしている。ディズニースタジオ1は、映画の撮影スタジオを再現したアトラクション。 ウォルト・ディズニー自身が所有していたカリフォルニア州バーバンクのスタジオを模して作られている。アトラクションといってもスタジオ型のセットの中を自由に歩き回れるというもので中はレストランやショップとなっている。プロダクションコートヤードは映画やテレビの楽しさをテーマにしたテーマエリア。スタジオトラムツアービハインドザマジックはトラムに乗って映画の巨大なセットをぐり火災。 洪水、地震などを体験する人気アトラクション。膨大な量の水が落下してきたり、かなりの熱風を伴う豪華が噴出してきたりと、スケールの大きさはディズニーパークのアトラクションの中でも目立つ存在。バックロットはスタントアクションと興奮、映画の特殊効果などをテーマとしたテーマエリアである。大掛かりな仕掛けや刺激の強いアトラクションが多い。スタントショースペクタキュラーは、 様々なスタントアクションを見ることのできるライブショー。トゥーンスタジオはアニメーションの秘密をテーマにしたテーマエリア。ファインディングにもアラジン、カーズ、ファンタジアなどのディズニーアニメを題材にしたアトラクションが集まっている。アート・オブ・ディズニーアニメーションはアニメーションの原理、原始的なアニメなどの展示、制作スタジオの再現と解説、歴代ディズニー作品の絵コンテなどの 資料展示などによって構成されるアトラクション。実際に自分で触ったり体感したりすることができる。建物はディズニー映画ファンタジアに登場するミッキーマウスの三角帽子の外観となっていてとても目立つ。ウォルトディズニースタジオパークのオリジナルアトラクション。カーツレースラリーはディズニー映画カーズをモチーフにした東京ディズニーシーのアクアトピアのような 自走ライド型アトラクション。なお、物名は、カーズキャトルルーイズローリとなっている。トイストーリー、プレイランドは、映画、トイストーリーをテーマにした、テーマエリア。トゥーンスタジオ内に2010年8月17日に、オープンした。トイソルジャーパラシュートドロップは、映画本編に登場するキャラクター、クリーン・アーミーメンのパラシュート効果訓練を疑似体験できるアトラクション。 同タイプのシステムのアトラクションとしては、東京ディズニーシーのジャンピンジェリーフィッシュなどがあるが、こちらは足元に床がなく足がぶら下がった状態である。スリンキードッグのジグザグスピンは映画本編に登場するキャラクター、スリンキードッグの体のバネ部分に座席が設置され、スリンキーが自分の尻尾を追いかけるように時計回りに旋回しながら上下に動くアトラクション。RC レーサーは、 映画本編に登場するキャラクター RC に乗り込み垂直上昇、垂直落下を繰り返すハーフパイプコースター型のアトラクション。アニマジックはミッキーマウスとドナルドダックをはじめとしたディズニーキャラクターが大勢登場したショー。ウォルトディズニースタジオパークのオリジナルアトラクションであった。物語、ステージにはミッキーとドナルドの二人。ミッキーはドナルドに ステージ正面奥にある巨大な扉を開けてはいけないと言い残してステージ右にいなくなる。ドナルドはちょっとくらいなら開けても構わないだろうと言いながら鍵を使って扉を開けてしまう。すると激しい閃光がステージを包み、ドナルドはディズニー映画の世界に飛ばされてしまう。そこにはダンボ、リトルマーメイド、ライオンキングなどのキャラクターが登場して、 アルマゲドンスペシャルエフェクツはゲストが映画アルマゲドンの撮影現場を再現した中に入り様々な特殊効果を実体験できる参加型アトラクション。ありがとうございます。